上空から見た立山湾。手前に見えている岬が須崎。立山湾は千葉県にある湾。別名、鏡ヶ浦。日本百景に選定されている。千葉県立山市、南房総市の海岸線に面し、大胸須崎と大房岬を結んだ線により、東側の海域を指す。抗義には東京湾に含まれるが、太平洋の一部とも言える。 流れ込む川は、蟹田川、塩入川、平久里川など。沿岸の港には、立山港、船形漁港などがある。房総半島南部は、相模トラフを震源とする大地震により流気することが知られており、立山湾沿岸でも発達した海岸段丘が認められる。南端には、沖の島や高の島があり、海水浴、歴史見学などでよく利用される。 関東大震災による隆起で本土とさすで陸つながりになった。それまでは昇進正明正の島であった。北、東、南を陸に囲まれているため、春から秋にかけては鏡ヶ浦の別名の通り橋塚な湾であるが、冬季は西風が吹き荒れることがしばしばある。房総半島近辺を黒潮が通過するため、海水温は比較的高い。 比較的高い海水温の影響により、沖の島付近には小規模ながら増殖ンゴが分布している。ジンベイザメやマンボウ、マンタ、ウミガメなど大型の海洋生物が確認されることもあり、かつては少なくとも、セミクジラやコクク,クジラなどの沿岸性のヒゲクジラ類や、マッコウクジラや、土クジラが、子育てや休息に訪れて、ニホアシカやウバザメなども見られた。また、 南半導イルカの群れが一時期定着した。非常に貴重な動物も現れる可能性があり、2000年には、狭間沿岸で、セミクジラが、2001年には、国内で2例目となる、北ゾウアザラシが観察された。南岸の立山市富士見地区には、海上自衛隊立山航空基地が位置している。大型船の被迫地として、しばしば利用されるが、西風による、 送病事故も時折発生している。http コロンスラッシュスラッシュ svrs h2.kahaku.go.jp 二ドスラッシュドリフトスラッシュ fmpr o db イコールレック二千ウェブ f p 五アンドフォーマットイコール二フドリフトパーセントにフリーズルツ htm アンドレイイコール hp アンドソートフィールド イコールデート 8&、ソートローダー、イコールデセンド& SP、sp%5 フィドイコール 006&、フォーマットイコール、ドリフト、ディテール、htm&、スキップイコール 9&、マックスイコール 1&、ファインド、リリーブドオン 14052014http コロンスラッシュスラッシュ wwwq.ocn.ne.jp スラッシュドッセルズ、ホニュー。 アザラシ、HTM、リリーブド四ゼ4 0 5 2 0 1 4ありがとうございます。